イト終わるまで待ってもらっちゃって。二人も風邪でダウンしてちゃ変わらないわけにもいかないしな。本当は私一人で回せればよかったんだけど。何言ってんの、巴だって今日休みだったはずじゃん。一緒にシフト入ってくれて超感謝してるよ。急遽ヘルプに入るだなんてお疲れ様二人とも。でもこういうお誕生日パーティーもきっと素敵な思い出になるよ。確かに、またまには悪くないんじゃない。それじゃあ早速始めるとするか。実は店長に頼んで準備してもらったんだよな。じゃーん、ケーキ代わりの特大バースデーバーガー。おー、すごい大きさ。それにろうそくまで刺さってる。内緒で準備するの結構大変だったんだぞ。それじゃあひまりちゃんはそれを持って、まずはみんなで記念撮影しよう。うん、あ、ちょっと待って。誕生日パーティーだって一目でわかるようにこのイーゼルに日付書いておいちゃおうっと。イーゼルってそれ、たまに今日のバーガー占いとかいう謎の情報が書いてあるやつだよね。うん、実はあれ私が担当してるんだ。普段はおすすめメニュー書いてるんだけど、たまに書くことないなって時にね、自由にやらせてもらってるんだ。そうなんだ、今度から見に来ようかな。ふむふむ、これは期待できますな。ひーちゃん先生、今日の作品はどんな感じに？今日の日付を入れて、それからちょっと絵を描いて、よし、できた！これ、もしかして昔ひまりがくれたマスコットの絵？そう、かわいいでしょ？かわいいっていうか、どちらかというと、絶妙？それじゃあ、テーブルにイーゼル置いて写真撮ろっか。だな。それじゃあみんな寄って、撮るぞ。ひまりちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。なんかムズムズしてきちゃうな。でも喜んでもらえて嬉しいな。絶対絶対大